お疲れ様です。今日はですね、ミラー8000度5日目やっていきたいと思います。ってことで、もう見慣れたでしょう、見上げたでしょう。そしてこちらのね、ミラーデッキあと少しで完走です。ユーノーとウッドか、あ、ワンチャンタルが完走してないです。いや、2枚なら完走できるな。いや、今日はちょっと気分転換でウッドの枠を、タルボーちゃんでやっていきたいと思います。現在号泣ですね。まあ今日6000いけるといいかな。結構ペースはいい感じかなと思います。さあ、ニムちゃんですね。なんか可愛らしい、なんかね、エロい名前してますね。さあ、ということで、あー、これ金ギドできそうだな。いや、ウッドが後ろに、ウッドじゃねえ、ニューナが後ろに下がるのはちょっと上手いけど、君なら、いやー、熱い。これね、いっちゃいます。あー、いいガゴか。これはいや、めっちゃいい防衛損じゃん。さあ、どういうことで、まあ、やっていくんですが、なんか、この辺 Wi-Fi がちょっと悪いんですよね。そう、だから Wi-Fi が悪くて、今ね、遊びに来てるんですよ、大阪に。普段東京いるんですけど、なんとね、うん、急遽、もう数時間前に、大阪行こうっていう、まあ、いろいろわけがあったんですけども、大阪行こうってなり、ユニバ行くのになり、ってことで、ユニバの今近くのホテルにいるわけですよ、多分。まあ、ユニバ行ったことある方はもしかしたらね、僕とこの同じ部屋にね、泊まったことがあるかもしんない。それで、まあ、ホテルにいるわけですけども、Wi-Fi がね、そう、1本しか立ってなくて、いやもう、ユニバなのに、夢の国は Wi-Fi 届かんのかと。まあ、夢の国だねえか。そう、マジで、電波悪いけど、まあ、Wi-Fi があったんですよね、ちゃんと。ありがたいと思って、ね、動画アップロードできるわと思って。そう。で、Wi-Fi を登録してたんですけど、Wi-Fi って、なんかその、Wi-Fi のアドレスかなんかにパスワード打ったら、こう、ね、電波が通るようになると思うんですけど、パスワードを打つ画面が出てこなかったんですよ。あれと思って、意味わかんないんですか。なんで、パスワード打たにゃ、Wi-Fi 使えんやんと思って、ね、パスワードどこで出てくるんやと思ってたら芝取るね。だけどリベンジ取るね。あー、リベンジ成功したならいいか。さあ、ということで、Wi-Fi のパスワード出なくて、あれなんでと思って。俺には Wi-Fi 使えないみたいな。びっくりしてたんですよ。そしたら、でもなぜかよ。Wi-Fi のパスワード打ってないのに、Wi-Fi が繋がってんすよ。怖くないですか？ガチで。結構ホラーじゃないですか。パスワード打たなきゃ Wi-Fi って使えないのに、打ってないのになぜかパスワードが使える。いや、もう事件、いや、ユニバ怖ーとか思いながら、なんか僕人生で 2今日のユニバ含めて3回目とかなんですよね。で、まあ、1回はマジで僕が5歳ぐらいの時からめっちゃちっちゃい頃に来てて、ほぼ記憶にないんですよ。で、1回2年ぐらい前に来てるんですよね、ユニバ。だから、まあ人生ほんと3回目、記憶にあるのではほぼ2回目みたいな感じで、その前回2年前に来たホテルとたまたま同じホテルでしたっていう奇跡で、前の登録がただただ残ってただけっていう覚えてなさすぎやろって感じなんですけども、いや、びっくりですね。もう前のまんま回というか、なんていうんだ、もうその部屋とかで違わんのと思いながら、前どの部屋に泊まったとかはガチで何も覚えてないので、部屋の感じもね、いや、こんなんだったっけぐらいの感じなので、もう全然把握できてないんですけど、もう前回とね、パスワードが一緒でしたということで繋がってました。前回の残りです、ユニバのホテルでっていう。レアホテルもぶっちゃけ、その取れたらどこでもよかったんですよ。で、なんか今このこういうご時世っていうのもあって、結構なんか安かったんですね、ホテルが。そう、びっくりするぐらい、そう、びっくりするぐらい安くて、うわー、めっちゃユニバに近いとこ泊まれるじゃんと思ってたら、負け？ファイブ飛んでくんだよ。ファイブ飛んでこなきゃいける。ガチで行きたい。買ったんじゃね？にゃー、気合いのねじ込みーってことで、そういえば近くのね、ホテルに泊まれたわけなんですけども、もう偶然同じ建物、奇跡というか、すごいなと思いましたね。もう偶然調べて、安い、空いてる、ここでいいやっていうのが2年前と同じホテルでした。パスワードも一緒でした、ちなみにね。はい。ということで、
また何かあったらユニバの近くね、ホテル泊まんなくてもホテルの近く行けばワンチャンパスワード使えんじゃねえみたいな悪い考えは皆さん良くないですよ。さあということで明日はねちょっとユニバに遊びに行くのでちょっと楽しみですね。何も言えねえけど、まあ、僕絶叫がねこう見えてね、こう見えてってどう見えてんのか分かんないけど、めっちゃ好きそうに見えるのかな、分かんない。嫌いそうに見えますか皆さん。嫌いです、はい。暗いのも嫌いです、マジです。なんだろうな、もう無理です。待って、マクソちょっと集中したい。ウッディが欲しい、やばい。樽のせいでとか言っちゃダメですけど、いやそうだからジェットコースターとかも本当に無理なんですよ。で人生でほぼ乗ったことがない、ほぼ乗ったことがない、ゆるいのしか乗ったことがないんですよ。でも今回ちょっと初ね乗ろうと思ってるので、いやーちょっと怖いなーと思いながら、息止まっちゃうっすね、降りる瞬間とかにってなって、いやーガチで怖いんですけども、いやー二十歳超えて絶叫乗れねえわー、ダメだなと、まあ経験だなってことで、ちょっとね、いやー怖くなってきたら考えると絶叫ね、まあ楽しみにちょっとね、頑張りたいっておかしいな、意味わかんないよねユニバで頑張るって、まあ乗りたいとね思います、はい。なんでまあどうなんだろうな、僕が言うのもあれですけど、まあ乗ったこと絶叫系無理だろうって人も多分いると思うんですけど、本当に無理なら乗んない方がいいですけど、もしかしたら乗れるのかもしれないって、もしかしたら楽しいのかもしれないがあるので、まあ興味本位でね、乗ったことなくても乗れそうだなって思うならね、ちょっと乗りましょう乗ったことないやつが言うてるわ。さあということで、圧倒的敗北の香りがしてますね。まあこれウッドが欲しいですね、これはもうプリンセス警戒ですね。あー集中したらちょっといいプレイやるやん、んーいうのが暴れる、プリンだけやっとし、いやでもいやこれギャングがね、マジギャングがね、いやー全員ミリはやばい、いやーロケ削り来るかな右側、ちょっと今からねマジで絶叫のことを想像するとプレイがもうガッタガタなの、いやーディガディガギャング咲いてくれたらのディガディガっすね、ギャング咲かなかった時のディガディガはもうギャングでもべっこんべっこんいかれちゃうんでね。さあさあこれはもう8枚プリンスね、やりとこ、あーディガー飛ばして、いやでもディガーで、いやダメ、ちょっとずつ追いついてきたかな、ロケ削りがちょっと嫌ですけどね。さあどうしようかな、マジやばい、待って内側なら見えてる、うわー見えてるのに渋い、うわガチ渋い、ちょっと待ってロケ来るかこれ、ワンチャン、うっと、いやこれ大きいだけ、いやーギャングが強えの、ギャングが強えの、いやいいババプリンセス出せねえ、なんかどうしてお願い、明日絶叫頑張るから本当に頑張るから、あ来た、それはね許さん、8枚プリンまでいっちゃうっす、いやーこれが強いんだね、このプリンだってディガディガしたら絶対に出るわけですよ、レッグがね1枚なので1枚出したらやばい、2枚目出さなきゃ、もうそこを8枚プリンと強制トルネードですよ、もう防ぎようがありません、世界最強の攻めです、ディガディガ8枚プリントルネタル、まあウッドでもいいんだけどね。そうということでタルもまあまあまあかな、枯渇にはあれですけども、まあね先ほどのメガナイトとか陸系とかにはやっぱ優秀なので、まあクロスとかかなとは引けるといいかな、まあタルでもいい、まあウッドの方が削り性能がやっぱ優秀かなって感じですね。さああれお休みモードじゃね、多分お休みモードだと思ったら戻ってくるまでの間にできるだけダメージを稼ぎたいっていうこの
できるだけ有利に出したいっていうね。もしも戻ってきた時にね、めちゃくちゃ相性悪かったら負けちゃうかもしれないから、戻ってくる前にちょっとでも稼いどこうっていう必死の攻め。戻ってこないですね、彼ならいいや。さよなら。戻ってくるんかい。カットしようとしたわ、今編集で。編集で全部カットしようとしたわ。戻ってくるんじゃないよ、それなら。26みたいな。こう書いたらさすがにもう諦めた方がいいんじゃない。気合がちげえか。あー、オッケーオッケー。さすがに、お帰り。さよならか。いってらっしゃい。おい、いいやん。まあまあまあ。順調ですね。非常に順調です。まあでも行き詰まる気もするんですけどね。まあ6000とか7000とか、まあ本当8000、まあ、なんだ7000何本とかで、絶対沼が来ると思います。やっぱ、めちゃくちゃ環境デッキとかでもそういうのではないので、単純に強いデッキに勝てなかったり、上手いプレイヤーにしばかれるのもあると思うので、普通に4、5連敗とかすると渋いね。やだね。きついね。まあ、そういう時は絶対来るから、今、結構順調に見えていても、みたいなとこはね、あるんすよね。さあ、これウッドの方が絶対良かったですね。ウッド欲しいな。いや、これはゴースト一発受けちゃう。キングで、ウッド2発でマジアッチョ処理できるんですよ。まあ、マザリックもですね。そうだから、ウッドが結構強いんですけども、まあ、今回タルなので、まあ、ユーノとかの受けには優秀ですかね。相手のデッキは何だろうな。ペッカ工場とか。ああ、ペッカ工場ですね。いやー、端前でペッカ来たらスキフタして、ザップとか打ってくんのかな。さすがに来ない。あ、待って。うわ、ユーノのレベルがさ、低いからガインが入っちゃうんだ。マジ？ガイン強すぎんね、ユーの突進してんのにガイン入るのは結構やばいな。よいしょ、サスケで下げるとエレキ完封できるっすね。まぁ、ちょっと削れてたけど。いやー、渋いなー。ちょっと待てよ。ユーのか。いやー、想定外だな。工場止まんなかったな。いや、負けたくないね、マジ。6000行ってすぐ負けたらもうその程度やんってなっちゃうから。まあ、ここはまだ耐えるか。まあ、ディガーで一旦ちょっかい出しとこう。言うのまでいっちゃう。まあ、やりすぎぐらいがちょうどいいんですね、クラロワって。やりすぎぐらい攻めて、あとは気合で守ると。ああ、ザップ。痛い。いや、マジで。全然削れん。いや、ペッカか？いや、ペッカとかも出さないんだ。ユーノ頑張れ。ユーノ頑張れ。いや、ユーノ！いや、普段だったらもうちょっといけるんですけど。変わりたい。動いてほしい。いやー、待てよ。ガチでやばい。普通に負けそう。なんで？いやー、これは逆行って、何が来るんだ？まあ、プリンミラーもありではあるが。いや、マジでこれ、あれがやばい。え、待って、ガチやばい。全然、マジで来る。いや、来なそうだな、これは。もう来ないにかけるしかない。いや、頑張れてる。いや、でもダメージ？うわー、そのゴーストうまいな。まあでも、たまたま。さあ、プリン、これ、右サイゲーミングあるかな。集中したい。うわー、それはうまいな。いいのだ。まあ、しょうがない、これは。端プリ中、端マジか。警戒して。うわー、あー、これ、終わったな。いや、まだ終わってない、全然。どこをどう見て終わったんだ、俺。いうの入ってんな。渋すぎる。読みザップあんちゃん来ない。いやー、ここもなんか来そうだね。相手はでも勝ちたいな、さすがに、っていう積極的なプレイが出てるっすね。
マジ一瞬無言。来た、勝った。いや、危ねえ。いや、さすがに怖いなー、ペッコ。いや、強い。ユーノか。ユーノを完走してないのは結構危なかったですね。ちゃっちゃ完走させてください。あと1枚なんだ。あと1枚がね、結構遠いんだよな、それが。いやー、暑いさ、6050。いや、今のは、どうだろうな、ウッドだったら、まあ、工場のリセットとか、ノックバックでね、とかも、まあ、いろいろあったものの、意外と足るが、もしかしたらいい味を出してたのかもしれないさ、メーカーが来たんで、プリン大事に行こう。タラババ入るよ、これ。ゴブジスパーキーかな。いやー、ウッドが良かったな、これ。うわー、えぐい、これ。痛すぎる。うわ、マジでやばい。マジでやばい。やばい、ガチ、ライトニングやばい。なんで？いやー、耐えたね。ゴブジェイメガゴライトニングか。うわ、やばいな。これで、今のでこんだけ受けてると、どう守るんやっちゅう話なんですけど、まあ逆サイト同サイプリンセス散らして、ユーノがあんまいらんすかね。もしかしたらユーノが、あ、何でもいいんだ、トラッシー。ユーノがね、あんま結構よろしくない側の気もしますね。さあ、キングとします。ここでノーダメできます。うん、いやー、いい結合部試合だ、これは。めちゃくちゃいい結合部試合ですね。うん。まあ、メガホン。ライトニングやばい。いやー、ライトでも相手打てばいいと思ってんな。雨よ、それは。これは結構いい流れで終わる。いやー、これ、おしゃれに両サイ、左側許容しようかな。やべ、これ、結局行くか、森に。あ、行かないな、でかい。さあ、こっからですね、もう左サイドにニット溜めまくって、まあ、あんま溜めるとライトで行かれるかな、これ、どこだろう。まあ、ワンチャン左にライト打ってくれるなら打ってくれでいいや。キモいことしようとしてます。いやー、まあトレンでスケですね。あえてライトなんで、毎回このスケでね、溶かしていきたい。いや、いいよ。メガゴか、メガゴ使った。あー、ウィザーディーがいいんだ。いや、熱い熱い熱い、頑張れ。うん、めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。いやー、それはプリン間に、いやいい、めちゃめちゃめちゃ頑張れ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 、ガチ頑張れる。これもフィーバータイム来てる。あー、LSP 強っ、強っ。あー、ウィザーディ強っ。いやー、まあまあまあ、いや、流れは結構いいからね。リガで削っていこう。いや、待って、今ウィザーディ一発入ってる。うわー、ガチで渋いってそれ。なんで、うー、いや、なんで右が削れてんねん。クラロワールある、なんでそっちが削れてんねん。いやー、これはね、僕一回男を冷静に守ります。攻めディガー飛ばしたいんですけど、多分これはね、守るが正解ですね。で、守ると失敗する、端前プリンを。いや、ここの神の延命。いや、危ねえ、危ねえけど、めっちゃいいトルネしましたね。オッケー。さあ、順調だ。今日負けたっけ。今日負けてねえな。いや、いいね。じゃあもう一戦、これ次勝てば6-1です。これ勝てば6-1です。さあ、行こう。でんでんでんみたいな名前だな。ギガー、一瞬待つぜ。いやー、キングとしたいね。あざっす。うん。いやー、まあこれはプリンでもいいけど、言うのが、ええ感じに竹取れるんじゃね。スケドラってね、意外と範囲狭いからね。
さあスケドラリーガー言うのたる、メガラムペッカラム、わかんな、あーゴレかな、いやわかんねえ。お主のデッキはなんぞやマジで。まあ、一旦プリンに頑張ってもらおうか。うわ待って、ムート入ってる、うわやばい、マジで大事件これ。うわこのムートで負ける、あー延命で禁止しかも、うマジでガンナエなんか全てがうまくいってない、急に。さっきまでな、どうした。いやーまあ結局プリンゲーだよね。さあディガポイっすね、ただのただのとはなんじゃいとなると思うんですが、ただのディガポイです。いやー墓石あったからな、削れなくなるから今だに削っちゃおう。墓石でこのプリンをやるみたいな甘えたプレイしてこねえか。さあまあポイズンだね、言うのでいいか。いやー、いや、これ言うのをね、延命できると熱いんだけど、あ、相手うまいね、これ。めっちゃうまいです、今の。さあ、ディガコを。まあ、俺の対応もね、普通に良かったから。相手のね、何があってなるかもしんないんですけど、竜の延命がうまかったですね。両方、あー、もう上と下で完全に拾いたかった。ただ、まあ、取れねえな。終わりやん。だってこれ守れないっしょ。絶対。でもプリンセス連盟はできないので一回諦めて低めでもディガンバチクル入ってるしムート壊してやがるからやばいよね。でさこのディガは言うので突進をねうまく使いつつのもう一回ディガ見るから、そしたらこれ相手この言うのも受けないといけないんですけど、これ受けれないので実はどっちか入るんですよね。で気づいたら最後右側も狙えるっていう、いや16熱いね。でさ、もう一回プリンセスでしょ。今回は、まあ、プリンセスミラーではなく、これ美味しいな。こんなダメージ。ガムシガムシ。まあ、ディガーミラーの方が、攻めのね、ダメージ稼げるので、正解かなっていう。さあ、まあ、何が出ても、おしまいに。おしまい、じゃない？めっちゃ耐えるね。ああ、なんかトルネで最後のフィニッシュ多いな。オッケー。いやー順調です。6100到達ということで今日はね以上にしたいと思います。いや61か、いや結構いいな、ガチで結構順調で、あまあでも順位つかないのか、まあ順位つくとこまでねちょっと一旦行きたいと思います。よければチャンネル登録もねお願いします。ではご視聴ありがとうございました。おつねーす。